はい、用意スタート。ベルリン陥落 RTA ハッチマールよ。今日4月16日、ロシア人どもが来るからいつもの国防軍と武装親衛隊、そして国民突撃隊の兄ちゃんたちを集めてゼイロー高地に塹壕をしこたま掘ったんや。上流の水量を調整してやると川から水がドバーッと出てきて、もうあたり一面水まみれや。とかいう冗談抜きでクソにまみれてる5、6は置いといて。今日は防衛当日ですけれども、まともな増援は来ませんでした。一師団くらい来るやろなぁと思ってたんですけども、結局数日待っても誰一人来ませんでしたね。作戦ではもっと増援が来るって書いてあったんですけど、なんで来なかったんでしょうかね。このまま待っても誰も来ないと思って今塹壕にこもってます。ちゃんとトラックとか手配したんですけど、一体何が足りなかったんでしょうかね。結局来たのは廃山兵と充足率がファンタの荷重率並みの武装親衛隊が3個師団。あとはそこら辺の兄ちゃんとおっちゃんだけや。もう終わりや。こんなんじゃ戦争にならないよ。終わり。閉店。以上。皆解散。あ、ダメみたいですね。一歩でも下がったら脳天ぶち抜かれますね、クヨレハ。しょうがねえから真面目に作戦立てるか。ええとこっちが死ぬぞ、こない合わせて10万で。ロシア人が100万。撃てやろ、こんな狭い戦場に。アホくさ、負け格やろこんなん。ハーツ使え、やめるわこの仕事。はい、一人が10人やれば勝てますね、はい。人手が足りないんで捨て駒にしようとした国民突撃隊の皆さんには退却してもらって。塹壕なんかにこもっても砲撃で死ぬ未来が見えるので街の中にでも引っ込んでもらいましょう。ええと言わんどもは西から来るから。待てよ、東じゃなくて西、地図間違ってんじゃねえかボケナス。それはそれとして、守りやすい地形してますねここは。左側は森と塹壕にまみれてるから戦車でも突破できないでしょ。右側は起伏が多い丘陵地帯。どうせ脳みそ空っぽのロシア人はこっちに戦車隊ぶち込んでくるから、対戦車砲をアホみたいに配置したろ。これに戦車隊と砲兵が加わるから誰も突破できんやろ。ああもうか企画や、黒入ってくるわ。その前に飯でも食うか。今日の献立はジャガイモスープのジャガイモ抜きか。舐めてんだろこれ。なんか今日のスープ袋の残り湯みてぇな味してたな。配置転換は、全く終わってねえじゃねえかサルー。あと2分でロシア人が来る気がするからアップしろー。歩兵が街中に侵入した岩を叩き、火砲の戦列が敵戦車を潰す。渋滞で敵が止まってるところに砲撃をぶち込んでやると。ああ、たまらねえぜ。おっと、ヤンどものお出ましだ。なんだろう、ちょっと量多くないですかね。敵戦車3000両くらいいるらしいっすよ。あ。次回予告。やめて、100万人ものソ連兵と3000両の戦車がゼイローを焼き払ったらベルリンまでソ連兵を止められるものがなくなるわ。お願い、陥落しないでゼイロー高地。あんたが今ここで陥落したらベルリンとちょびひげたちはどうなっちゃうの。まだ増援の武装親衛隊が3師団残ってる。ここを耐えればベルリンが守れるんだから。次回、ゼイロー陥落す、デュエルスタンバイ。